どうも、ルノです。今回は材料少なめで作れる低脂質高タンパクなカレードリアの作り方。材料はえのき1つと玉ねぎも丸々1つ使います。メインで使う胸肉は皮を取って使います。これはだいたい皮なしで 600g ぐらいかな。味付けメインがこれ。辛いの苦手やったら甘口探してみて。それでは早速作っていきます。今回のレシピね、包丁とフライパン使いません。キッチンバサミとブンブンチョッパーと耐熱ボウルさえあれば作れるから、料理のハードルがちょっと高いなって感じる人でも簡単に作れるようにしてんの。今使ってるキッチンバサミさ、楽天で買ったやつやねんけど、何でも切れるからめっちゃ使いやすいんよ。このハサミさ、洗っても錆びひんタイプで食洗機も対応してんのね。だからちょっと値段が定価で買うと4000円ぐらいすんねんけど、楽天のスパセとか安い時に絡めたら半額以下で買えんのよ。私これ買った時1800円ぐらいで買ったかも。もし気になる人はよかったら概要欄チェックしてみて。マジでおすすめ最近暑さもだいぶマシになってちょっと涼しくなってきたやんか。気持ちの切り替えがなかなかできひんっていう相談が結構多くて、中でもダイエットのやる気が入りません、これが圧倒的に多かった。わかるわ、私もダイエットのやる気スイッチでなかなか入らんタイプで、先週とか1週間のうち5回も外食したんよ。だから週明けね、チーンってなってましたお付き合いとかあるから仕方ないんやけど、やっぱ外食続くとね、なんかメンタルが落ちやすいというか、気持ちがなかなか上に上がらへんのよ。そんな時どうしてるかっていうのを今回話したいなって思う。まずね、メンタルが落ちてる時はダイエットは絶対にしない。絶対にうまくいかへんから。やる気とかメンタル落ちてる時ってなんかね、悲観的になりやすいんよ。例えば毎日ヘルシーなご飯食べてるとするやんか。仮に1週間で体重が 0.5 キロ減ったとしよう。メンタルとかやる気が落ちてる時って1週間でたったのこれだけしか減ってへんのみたいな。私から見たら1週間で 0.5 キロって大成功のうちやねんけど、だって1ヶ月続けたら、まあ、2キロは絶対痩せてるってことやんか。現時点の体重とかにもよるけど、だいたい1ヶ月で減らしていい体重って、まあ、2、3キロって言われてんの。これが一番リバウンドしにくいって言われてんねんけど、とは言っても気持ちが落ちてる時そんだけしか減ってへんってなると、今やってる自分のダイエット方法は続けてて意味があるのか、もっと食事制限しないと効果がないんじゃないか、こんな風に自分を追い詰めていくんよ。結果何も食べない状態に持っていくとか、疲れてる状態やのに運動量をアホほど増やすとか、こんな無茶な生活を続けてたらどんどん病んでいくんよ。負のループに落ちるというか、はたから見たらうまくいってるダイエット法やのに、メンタルとかやる気とかが落ちてるせいで自分って全然できひんやん。このように自己肯定感が下がってしまうから、結果ダイエットが続かない。これ私も経験あるし、相談してくれるフォロワーさんも結構当てはまってること多いんよ。だからやる気がない時とか気持ちがズーンと落ちてる時、ダイエットは絶対無理せんといてほしい。じゃあ何すんねんって話やけど、心の疲れを取ること。仕事が忙しい、家族や子供に時間が取られて全然余裕がない、めちゃくちゃわかる。よしご飯作ろう、よし歩きに行こうとか思ったタイミングでね、自由に動けない時があるやん。こういうのが毎日繰り返されてたらさ、そりゃストレスたまるよ。運動とか体とかのそういう疲れじゃなくって、どちらかいうとメンタルの疲れよね。それが発散されへんからやる気がどんどん落ちていく。なかなかスイッチが入らへん。そんな時に私がおすすめしてる方法があるんですよ。それは散歩に行く。これだけ。赤ちゃんがおるところはちょっと難しいかもしれへんけど、もし旦那さんとか、まあ、自分のお母さんとかに見てもらえるんやったら、ちょっと1時間ぐらいでもいいから何も考えずに散歩行ってほしい。
運動とか食事管理とかは全然せんでいいから、まず一旦外に出て散歩行ってほしいの。散歩言うてもどこ行くねんって話やけど、あなたが求めてるとこでええねん。まあ公園でもいいし、買い物好きな人やったらウィンドウショッピングでもええと思う。私は大きい公園に行くこと多いかな。ちょうど涼しくなってきたから歩きやすくなったしね。散歩の何がええかっていうと、気分転換そのものやねんけど、私が一番感じてんのは睡眠の質が高くなるってことかな。メンタルと睡眠はね、同じって言っていいと思う。実は睡眠をしっかりとってるかとってないか、ダイエットにおいて太りやすいか太りにくいか関係してんのよ。ちなみに二度寝多い人も太りやすいからね。寒くなってきたら二度寝したくなるやん。でも実は太りやすくなるんで、みんな気ぃつけるんよ。ちょっと話それだけど、体を適度に動かすことで体中の血液の循環が良くなるんよ。細かく言うたら長くなるし難しくなるから、簡単にまとめると睡眠の質が良くなる。仕事忙しい人とか子育てに追われてる人って間違いなく睡眠が少ない。いやいや、私よく寝てるよ。よく寝てても爆睡できてない可能性がある。特にお子さんと一緒に寝てるママさんは分かるんちゃうかな。うちも寝室に布団3枚敷いて家族で雑魚寝してんねんけど、夜中1回は必ず起きんのよ、寝相が悪くて。子供と隣でまっすぐ寝てたはずやのに、朝起きたらひっくり返ってるとか、私がまっすぐ寝てるとするやんか、腰に剣を刺されたような寝相で子供が蹴ってきて夜中起きることあるんよ。こんなん爆睡できるわけないやんか。ガチで体休めたいって人は子供と 2,3 日ぐらい別室で寝るとか、これやるだけで睡眠の質がめっちゃ変わるから、疲れも取れやすくなってメンタルが回復するの。幼稚園ぐらいのお子さんおる人は別室で寝るっていうのはちょっと難しいかもしれへんけど、もしできるんやったらパパとかに頼って自分の体を休めるように優先してほしい。睡眠の質を上げるっていうのはメンタルが安定するのはもちろん、食欲コントロールにもつながんのよ。ダイエットのやる気が出ない、食べても食べても収まらへん、そんな人は食事管理とか運動するよりもまず睡眠の質を見直してほしい。睡眠の質も確保できてる、爆睡できて疲れも取れてる、そんな人は次のステップに進んでほしいの。それは私のダイエット弁当を作ること。今回のレシピは腹持ちいいしレンジで簡単に作れるから、料理が苦手って人も作りやすいと思う。過去に15食ぐらいダイエット弁当出してるけど、やっぱり人気なんはね、レンジとかトースターで作るダイエット弁当やね。フォロワーさんからもね、やっぱりレンジ調理の方が簡単っていう声も結構いただきます。できるだけレンジで作れるレシピ考えていくから、よかったら楽しみにしといて。いろんなダイエットレシピが出回ってる中、なんで私が作るダイエット弁当がいいかっていうと、食べても太りにくいから。世の中には太る食べ物と太りにくい食べ物っていうのがあって、何が違うかっていうと血糖値っていう数字が関係してんの。お昼ご飯食べた後になんか眠たいなって感じる時ない？おやつ食べた時もそう、ちょっと食べてなんか眠たいなみたいな。あと外食しすぎてだるいなって感じてる人、これも実は血糖値が関係してんの。血糖値が緩やかに上がるんなら問題ないけど、これが急上昇するようなものを食べたりすると、その数値を下げるために脳からインスリンっていうやつが分泌されるの。これがたくさん出てくると脂肪を溜め込めみたいな状態になって、結果太りやすくなるってわけ。だから食べた後に体のだるさとか眠気がひどいなって人は血糖値の関係が高いかも。じゃあどうすんねんって話やけど、よく耳にするのが汁物を先に食べるとか野菜を先に食べようって話ね。野菜汁物を先食べて、その後おかず食べて、最後にお米とかの糖質を取る。これが血糖値を急上昇させないコツ。とは言ってもそんなんどうやって気にしたらええねん。はい、やっと戻ってきました。私のダイエット弁当を作ることで解決。要するに脂肪になりにくい食材をたくさん使ってるから、
太りにくいってわけ。血糖値ってね、実はダイエットにめちゃくちゃ関係があんの。ヘルシーなご飯食べてるのになかなか痩せへん。食べた後に体のだるさとか眠気がひどいなって人は、血糖値、ダイエットで一回ググってみて。やっぱり私たちってさ、食べるもので作られてるんやなって感じる。体つきはもちろんやけど、考え方とかもバランスが考えられたもんやと、メンタルが落ちにくいというか、ブレにくいというか。逆にお菓子ばっかりとか、タンピング食いって言ってなんかラーメンだけとかおにぎりだけっていう生活してると、脳が他の栄養足りてへんよ言うて、私は満足してない、もっといろんなもん食べろって信号を送るんよね。だから食べたくないのに甘いもん欲しいとか、1食分食べたはずやのに2食分とか3食分とか。メンタルも同じやね。偏った食生活したり、1日のトータルカロリーが1000以下とか、こういう無茶な生活してると脳に栄養が回らんくて、些細なことでイライラしたりとか、他人も許されへんし自分にも許されへんみたいな、自分がおかしくなっていく状態になるの。健康なダイエットって心が満たされてることやと思うよね。心に余裕があるからやる気も出るし、自己肯定感も下がらない。まあ女性は生理とかあるから、そういうメンタルコントロールは難しいと思う。私も甘いもん欲しくなるし、過食することもたまにあるよ。けどそんな時に散歩したりとか、食べ過ぎた翌朝から自分のダイエット弁当を食べる、これを意識してからね、なんかやる気とかモチベーションとか下がらんくなったんよね。食べ物によってメンタルって左右されるから、やる気スイッチがないとか、いろいろ考えてしまって病んでまう、そんな人はマジで私のダイエット弁当を作ってみて。今回はカレードリアやけど、チーズとかに抵抗あるなって人は過去動画も参考にしてみて。ちょっとずつ外に散歩して、睡眠の質も上がって、ダイエット弁当も作れるようになった。そこまでできたあなたが次やってほしいこと、それは自重トレ。家でできる簡単な筋トレやね。有名な YouTuber さんで全然大丈夫。ダイエットのやる気がない時にわざわざ激しい筋トレとかせんでいいの。まずはハードルを低く、毎日続けられそうなものから探してみる。私がダイエット初心者の頃はマリネスさんとかひなチャンネルとか参考にしてたかな。ひなチャンネルはまあ若い子向けやから、30代とかやったらマリネスさんの方がいいと思う。出産経験あるなしでも痩せ方って全然ちゃうから、自分の環境に合ってる人なのか、その人の体型とか私生活とか真似できそうやなって思うものを参考にするといいかも。いろんなダイエット情報出回ってるやんか。そこでどのように選んだらいいかって悩んでる人おると思うね。今の私にとって何が合うかどうか、これは今あなたが見てる生活環境と似てるかどうかで選んだらいいと思う。例えば私やったら、仕事してる OL さんとか、まあ、子育てしている主婦さん、そんな中に綺麗に痩せたいって人向けに発信してんねんけど、私のやってるダイエット方法が果たして10代に刺さるのかって言ったら、そうじゃないと思う。10代の人でもママさんとか、まあ、仕事にね出てる人はもちろんおると思うねんけど、10代の痩せ方と30代の痩せ方って全然違うから参考にならないと思うよね。仮になったとして、その子の真似をしたとするけど、思ったより成果が出ない、そういうのもあると思うから、自分の今の私生活と一緒ってわけじゃないけど、この人はちょっと似てるなとか、この YouTuber さんやったら未来の私に当てはまるかも、そんな人を見つけるとダイエット成功しやすいから、ぜひ参考にしてみて。筋トレの時間は5分から10分ぐらい、慣れてる人は毎日10分から20分ぐらい頑張れるといいかな。これもね、初めて筋トレする人と週に2、3回してる人じゃ全然違うから、まず前提として今段階やる気が出ない、ダイエットスイッチが入らない、そんな人は5分から始めてみましょう。1個運動するとなんかまたもう1個してみようかなみたいな感情が出てくることあんのよ。例えば掃除とか分かりやすいんじゃないかな。
机を掃除してたらさ、その床もちょっと綺麗にしてみようかなみたいな。掃除機かけたらなんか床もクイックルで綺麗にしようかなみたいな。筋トレも一緒で、何か一つ簡単なんやったらもう一個ちょっとしてみようかなみたいな感情が生まれる人おると思う。そんな人はもう自分の心のままに動いてください。現段階で筋トレはちょっとなと思う人は、最初の方に話した散歩から始めてみましょう。もし家の筋トレも慣れて筋肉痛が全くけえへんとか、なかなか変化がないなって人はダンベル買うのがおすすめ。ダンベルは可変式ダンベルって言って、重さ変えられるやつがおすすめやね。私が持ってるやつは2つで最大14キロぐらい。女性やったらそんな重いやつじゃなくていいと思う。可変式っていうのは重さを変えられるダンベルのことで、二の腕とかお尻とか足を鍛えたい部位によって重さを変えられるのが最大のメリット。ただデメリットで言うたら場所が困るってことぐらいかな。いやいや、ダンベルはちょっとって人はペットボトルもありやね。500ミリのペットボトルに水入れて、それでいつもの筋トレをする。それでも十分効果あるから。それから家でする筋トレが物足りなくなった人、ジムに行きましょう。ジムはすごいです。運動してる人しかおらんから、いい意味で自分もその環境に飲み込まれやすいの。家で筋トレできる人って個人的には集中力がめちゃくちゃ高い人やと思ってる。私はね、家であんま筋トレ集中できひんのよね。運動してると子供が邪魔してくるし、なんか集中ができひんというかね。あと家おるとさ、誘惑が多いやんか。すぐ携帯とか見ちゃうし、冷蔵庫もあるからちょっとね、お腹すいたなって時に手伸ばしちゃうというか。けどジムやったら、まあ当たり前やけど運動するしかないやん。テレビもないし冷蔵庫もないから集中できる。マシンとか交代制やからだらだら運動できひんのよね。結果的に短時間で運動できるから効率がいいと思ってる。若い時はジムにお金払うとかってちょっとバカにしてたんですけど、すいません。この年齢になった今では逆に環境を変えた方が効率がいいのでは、そう思うようになったんよね。話戻すけど、運動に慣れてる人、そんな中でやる気がちょっと落ちてんなって人は一回ジムに行ってください。心を燃やしてくれるはず。やる気とかモチベーション下がってる時にどんな筋トレしたらいいか、私のおすすめがあります。それはスクワットとブルガリアンスクワット。ブルガリアンっていうのは片足のスクワットやね。これ運動慣れてへん人はダンベルなしでも翌日筋肉痛くるくらい結構きつい。きついけどめちゃくちゃ効果がある。実際私もここ1年ぐらいは下半身しかほぼ筋トレしてないねんけど、それでもたった100日で5キロ痩せることできたし、体脂肪もぐんと減ってお尻周りとか太ももとか細くなったんよね。ダイエット効果は当たり前なんやけど、それよりも下半身鍛えた方がやる気がぐわーって出やすいんよ。なんやろ、全身に血液が回るからかな。ちょっと変な人って思われるかもしれんけど、落ち込んでる時とか頭ん中がちょっといっぱいでやばいなとか、モチベが下がったなって時はジム行ってスクワットとブルガリアンスクワットやってます。筋トレした後にウォーキングしてる。最近はウォーキングマシンで傾斜13から14、速度は 4.8 から 5.4 ぐらい。このウォーキングマシンがやばくて、汗がとてつもなく吹き出す。消費カロリーも外で普通にウォーキングするよりも3倍ぐらいあるかも。ジム通ってる人は筋トレした後に歩く、走らずに歩く。よかったら参考にしてみて。はい、ということで完成しました。えのきでかさ増ししてるからめちゃくちゃ腹持ちいいんよ。がっつり食べたい人はよかったら作ってみて。今回は季節が変わってなかなかやる気が出えへんって人向けにお話ししたけど、まずは疲れてるあなたの心を癒してほしい。そのために歩いたり睡眠をよくとる、
睡眠時間確保できてる人は睡眠の質を上げる。これだけで毎日生きやすくなるし、メンタルも回復しやすいんよ。なかなか気分が上がらんなって人はよかったら参考にしてみて。はい、ということで今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。